が治癒、刮目してみよう。修行の成果ご覧に入れよう。どけどけ、弁慶様のお取りだぜ。敵を撃つ。さて、父さんらしき人ってのはどこか。おい、あっちの方が騒がしいぜ。行ってみる。おれみのおっさんのせいで手こずったが、やっと追い詰めたぜ。あとはその砦を落とすだけだ。やっちまえ。メス。やりおる。敵将、討ち取ったり。でも父さん、本当に無事でよかったよ。どうした息子？真面目な顔して腹で見たいのだ。よし、とりあえずこの辺のヨーマは追っ払ったな。ありがとうございました。おお、なんだ、ひょっとしてずっと隠れてたのか。はい、妖魔が恐ろしく。ですが、お武家様のおかげで助かりました。懐かしい思い出を存じますが、私の妹もお助けいただけないでしょうか。妹は人の砦に隠れているはずなのです。どうか妖魔を追い払い、妹を。美しいお嬢さんのためにだ。断れ。俺たちに任せときな。俺が出よう。父さん、俺を置いてかないでよ。南砦を放っておくのも。手は打っておくか。その調子で頼むぜ。張り切ってんな、おい。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。うらやがれ。どっちっくく減るかよ。
さらだが。前は親子。いやいやいや、あと数年したら俺もああなりますって。想像できねえな。いや、お見事。その調子で頼むぞ。砕いてる。
ぶり手本といたします。いたか、弁慶様は千人力よ。さすがのお働き。てめえ、俺だ。下に者も戦いぞ。これは厳しい状況だな。そんなに俺と遊びたいのか。いいぜ、来な。相手をしてくださると信じておりました。ご助力感謝します。俺にも見よう。追い詰めたと思ったんだが、ここはひとまず退散だ。敵将討ち取ったり。いやお前たちが来てくれて助かったぜ。ありがとな、マスコ、マグイチ。これが親子の絆ってね。まあこれで貸し借りなしだ。将たる者、勝っておごらず。これぞ、両使命の戦だ。